とある？とりあえずあるよ、あるよ、ある、あるよ。いや、あの遊び大全でダーツ選ばないって子多いから、あ、確かにやったことないって子も結構いて、あのルールとかは分かっ、なんでもなんかね、ソラちゃんとめっちゃ最初の方にスタジオで会った時に一緒にやった気がする。あ、それこそなんかでかいやつで本当にダーツしてるみたいな。あ、ねねね、プレイ回数100回101回目今日熱っ熱っじゃあ記念すべきね、点数いいよ、カウントアップだんだん、いっぱい点取ればいいだけのやつにしよう。でもあー、簡単なやつにしてくれるんだこれ、えらいね、優しいね。へえ、まあうちらは妄想なんだけどね。まあね、まあね、でもまあね、私悪い日は本当にできないから。おお、それでね、そ、大丈夫だよ、言わなくても、うまいんだから、あなたはあ、だ、だ、あ、そのさ、横にあんのずるくない？うわっ、1がさ、なんでそんな横にあるんだろうね。あー、え、すみません、あの解説お願いします。え、あ、ブルですか？いや、いや、いや、違う違う違う、今の、どうしてそうなってしまったんですか？真ん中？はい、勢いがなかったから。いや、違う違う違う、ブルはいいやつなんでしょ？いいんだけど、でも20の方がいいんだよね。え、ブルっていつなの？ブルは25で、20は真ん中の赤真ん中の赤いところに狙うとすごい冒頭してるもうなんか地球一周旅行みたいなと、あの真ん中の この部分を狙うと、うん、そう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 、あ、いらない、あ、でもこっちに入った、1の3倍ってなってるじゃん、はい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 、20の3倍が入るから、うわー、そういうことね。あれ入ってんじゃん。60になるから。真ん中より上の方が。そうだ、なんかこの前得点聞いて、な、お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 、転げ落ちたんだった。転げ。そらちゃんのその、ダーツの、あれを聞いて、ポルカは転げ落ちたんだった。どうなってるのね、逆になんで絶対に上に行っちゃうの？なにこれ、え、ちょっとそらちゃん助けて。これさ、押してから構えてる、もしかして。いや、A ボタン、おしっぱでもね、これ、あれ、あ、違う、ね、構えた状態で A 押さないとその位置に固定にならない。じゃあ頑張る。で、 A 押してから位置調整して打つんだよ、こうやって。いや、無理よ。まずまっすぐ手を出して、はい、で A ボタンを押して、はい、そっから位置上げて打つんだよえ、上げ目なのこれ？いや、上げ目、真ん中狙うんだったら別に上げる必要性ないけど、あとすごい勢いがない場合はかなり上から打たないと落ちてく。ほら、息をやりすぎるとまっすぐいっちゃう。そらちゃん、力加減がすごく大事で、はい、お勉強になります。で、うま、いや、でもね、1にいっちゃう。あのピカピカ光るやつが欲しい。すごいとこ狙うんだね、本当に。弓道と似てる。あんまり今日は良くない。え、良くない、今日はあんまり良くない日。良くないじゃないよ。良くない人いるでしょうが。もっと良くない人の前で何言ってんの？初めてだから。ね、ちょっと待って。すごい、逆にすごい。全部自分初めて。終わることじゃん、それ。あー、やっぱ1に行っちゃうんだよな、今日。じゃあ、左にずらせばいいってことでもないのか。あ、だからちょっとずらして打ってる。あ、うまっ。え、修正早っ。右に行くのを予測してちょっと左から打ってる。最初の1点目でそう言ったから、もうそういう風に予測を立てたみたいな。あ、そうそうそう、絶対に右にちょっとずれるって思って左から打ってる、うん、あ、でも 18は好きなんだよな。18も高得点だから。
そうか、でもその上のトゥルルルルっていうところに行かないと。あ、ここね。あ、あ、上手だね。さすがだね。あー、ちょっとうまっ。あー、あとソラちゃんの構えてんのが可愛い、それそう、動きが見え丸見えだからね。1に来たってことはでも頑張ってる証拠。あ、でもでもね、あ、あ、そう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 、でも3倍だからどこに入っても初めて光った、嬉しい。そうそうそう、いいところに入ってるってことだから、嬉しい。初めてあのピカってした。やっぱ1に行くか。でも1もこれはだから強い証拠なんだよな。まあ20を狙うと、20を狙えてるっていうこともね。すげえ、よし、うわー、調子出てきたよ。一番高いのがど真ん中、ど真ん中は50点だから実は20のあそこの方が高い、うん、え、そうなの。うん。こんな近いのに、右に寄るんだね、やっぱりこんな近いのに。なんかブレるね、全然。やっぱりちゃんと軸がある人はこうやって近いところに全部当てられてるもん。まあ、狙った場所に、うん、そう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 、行くかも。ポルカだってもうピョロポロピョロポロどっか遊びに行っちゃってるもん。よし、うわー、え、真ん中に行けばいいって思ってた。ど真ん中だと150点なんだよ。で、うん、あの20のところに参加だと180点だから、あ、全部こちっちゃい場所に当てられる場合はあった。え、これ今日調子悪いの。うん、悪い。600とか700とかいい日は行くから。いや、平均がちょっと今日は低いみたいな感じなの。うん、だいたい全部60は行くんだけど、ちょっと、うん、ちょっともう一回やろう。何を、え、ダツ、え、なんで。ちょ、もう一回やろう。いいけど、それはダメ、いいの。あ、じゃあ2回目は、うん、脳幹ね。あ、やった、脳幹ね。今4対2だけど5点選手だから、これで私が5になってももう一回やろうだから、カウントなしね。あ、優しい。じゃ最後にすればよかった、すまん、ありがとう。え、全然全然、楽しい。これこれ好き、私も。そらちゃんってさ、ダーツもさ、なんか出してたし、うん、自分でもマイダーツみたいなのがあるでしょ。あるよ。いいな、あ、かっけー。うわー、なにこれ。やばいよな。あー、はい、あ、いいね。でもブルはでも20よりは高いんだよ。あ、そっか、うん、はい。あー、あ、でもほら、だんだん、だんだん軸が縦軸が揃ってきた。いやー、かっこいい。中心がさ、めっちゃなんか中心に重心がある。あーね、うまっ。あー、え、うまっ。いや、えー、ほっ、あ、ブル、ブルか。でも25だから、ほっ、あー、そうだね、ちょっとずれるといい。ほっ、頑張る、近づいてきた。そう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 、いいよ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 。そう、慣れてくるとね。出た。え、そこも狙っ、え、あ、狙ってそこに置いてるの、やばくない。え、あー、5に2回行っちゃった。 あ、でも90点か、まあ悪くはない。重なりすぎてわかんないよ、それ。いや、ってことはここなのか。あれ、いや、ちょっとのね、ズレがあるんだよ。ここなのか、違う。あ、でもさっきよりバラつくね。そう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 、地球一周旅行はしてない。よしよし、感覚がね、似てくればそこにばっかり当たるようになるから。ダーツ教室だ。え、あ、勢い足りなくなってきた。になる。
規制が高いんだよほらほらとか言っちゃった。空じゃなくてほらって言った悲鳴が高い笑っちゃう。ブレるブレる。ノイキャンあったら消えてるよ君軸がブレるブレるって。自分の悲鳴でブレないでよ。ああブレちゃったよ。もうブレちゃった。7点自分で笑って自分であの面白いことしてんのずるいよ。なんでそんな。あじゃおいし。ああよかった追いつかれてない。ひどい。今ので追いついたらかっこよかったのにお集中し始めた。戻ってきた。あいた。あなんでさっきそれから決め上げたのかも忘れちゃった。100点綺麗綺麗。1000点行ってみたいんだよな。いずれまだ行ってないのか。1000点1000はね全部20の赤に当てるぐらいの勢いでいかないと無理かな。え1、2回外してもまあ許されるぐらいかな。うん無理じゃね。でもね、あのかなり強いっていうさ、うん、CPU いるじゃん。に勝つにはあの1000超えないと勝てないんだよ。は？じゃあダーツ業界では結構うすごいこと？何が？1000超え？うん。プロのライセンスを持ってる人は、うん、全部当てるんじゃない？でも。なんかあれだってプロのライセンスだと例えばなんかハットトリックとかをし続けろみたいな。ハットトリックなんかそういうライセンスっぽいかな。もう一応3つ出してくださいねって言ったら、あ、1出した。一応3つ出してくださいねって言ったらもう一応3つ出せるぐらいの状態。あ、そうそうそう。コントロールがどこにでも行くみたいな。あ、前提でやってんだ。ミスしたら負ける世界。なるほどね。うん、もう当たるもんだと前提でやってるってわけか。こっちかじゃあ。ここだ。あ、でもボルに入るようになったよ。やった。さっきは点上がってによ。負けた。これは脳幹だから大丈夫。やったー。でも100、300になった。よし。しゃあ。そうだよ。そう。ついた。